ドムニナシャワリングミ、パターンダンス、またはコンパルソリーダンスはアイスダンス競技で行われる種目の一つ。2009から10年シーズンまで主な国際競技会はコンパルソリーダンス、オリジナルダンス、フリーダンスの3種目で構成された。俗に規定、コンパルソリーなどと略称されたが、同じくコンパルソリーと略され男女シングルで行われた。 種目コンパルソリーフィギュアとは異なる。2010年の国際スケート連盟総会にてパターンダンスと故障を改められ、また ISU 主催の競技会では競技から除外された。ただし ISU による競技ルールではパターンダンスとフリーダンスの2種目構成で競技を行っても良いとされている。あらかじめ指定されたリズムとテンポの音楽を用い、規定された。 ステップパターンを滑走する。リズムは1年ごとに2から3課題が指定され、さらに試合ごとに抽選で選出された1から2課題で競技が行われる。すべてのカップルが同じ音楽を用い、同じパターンで滑るためアイスダンスの種目の中で、カップル同士の技術力を最も比較しやすいと言われている。ISU は各課題ごとに6曲の楽曲を用意しているが、 このうち5曲が競技に使用され、6曲目は競技直前のウォーミングアップでのみ、使用される。競技用の5曲は、各滑走グループごとに第1滑走組は1曲目、第2滑走組は2曲目と使用される楽曲が、決まっている。14ステップフォックストロットロッカーフォックストロット、ヨーロピアンワルツアメリカンワルツウェストミンスターワルツ、ビニーズワルツオーストリアンワルツスターライトワルツ、 ラベンズバーガーワルツゴールデンワルツキリアン、ヤンキーポルカクイックステップパソドブレルンバ、チャチャコンゲラードシルバーサンバタンゴアルゼンチンタンゴ、タンゴロマンティカブルースミッドナイトブルースフィンステップ2008から2009シーズンにより追加。ありがとうございます。